まるの玉木です。ということで、プレバンさんから今月も届きました SH フィギュアズがね、2体届いております。これを開けていきましょう。今回届いたのは仮面ライダーセイバーからドラゴニックナイトね、これとあとは01シリーズのね、仮面ライダーなき滅亡人雷がね、また1人増えますよ。なんかこう見ると2つともすごい、めちゃくちゃシルバーですね。めちゃくちゃシルバーなライダーが2人届いたんですけれど、今日紹介するのはやっぱこっちですね。よりシルバー感が強いこちらを先に開封していこうと思います。ということで、今日の動画は SH フィギュアズの仮面ライダーセイバードラゴニックナイトを開けていこうと思います。また泣きの動画は多分明日ね、上がると思うので、ぜひとも見ていただければと思います。じゃあ今日はドラゴニックナイト開けていきましょう。それではレッツゴー。ということで、セイバードラゴニックナイトですね。セイバー系の強化フォームですけど、いやードラゴニックナイトはもうみんな楽しみにしてたでしょ。これはね、めちゃくちゃ期待値の高いアーツだと思うんですけれど、やっぱりね、言われるのはこの政権ね、政権問題が一番ね、最初からセイバー系のフィギュアズは言われてたんですけど、参考画像にはシルバーの塗装が入ってたのに、実際に届いたら成型色っていうね感じで、なかなかね波紋を呼んでましたけど、これもね、どっかでかのバンダイさんのね、生配信でね、ドラゴニックナイトから塗装頑張りますっていうようなね、発表もあって、今回はね塗装されてるんじゃないかなと思いますので、その辺も含めてね、早速見ていこうかなと思います。じゃあもう早速開けちゃいましょう。もう中身がね楽しみでしょうがないんで、開けていきます。いや、ドラゴニックナイトはね、そもそもそのシルバーの塗装うんぬんっていうよりもね、この見た目自体がめちゃくちゃド派手でドメタリックなライダーですから、それ自体もすごい楽しみですよね。じゃあ取り出します。いきます、せーので、どー、おー、やっぱなかなかにシルバー存在感ある。そして聖剣もなんかすごいよ。ちょっと開けていきなり開けていきます。聖剣から見よう。
本的にこのドラゴニックブースターをグリップしてる状態、これがベースになるから武器持ち用のね手首とかがついてないっていう感じかな。こっちの手首でも聖剣とかは握れないことないと思うんですけど、まあでもこのドラゴニックブースターがねそもそも余ってるから剣が入る猶予がないって感じですね。実際でも劇中で二刀流やってたよな。確か雷鳴剣イカズチとか最高さんとか持ってた気がするんだけど、どんな感じで持ってたんだろう。そして左手はもう一種類、こちらの大きく指を開いた開き手が入ってます。左手の手首はこの2種類ですね。じゃあその他の不足見ていきましょう。まずは今ちらっと映ったこのドラゴニックブースターですね。いや結構ちっちゃいパーツなんですけど、まあドラゴニックナイトのね主要なパーツになりますから結構ね塗装とかが綺麗ですね。ドラゴンの目の部分はゴールドで塗装されてるし、おでこの部分もね黒くなってるし、しかもこれねこんな感じで開閉ギミックがあります。お、結構開いてくれるな。結構な感じで開くんですけど、これでねガブガブアクションができるんですね。でここにガブガブさせるためのこれがついてます。閉じた状態のドラゴニックナイトのワンダーライトブック、これも入ってますね。いいね、分厚いブックは初めてね付属品として入ってるんですけど、なかなかな分厚さが出てます。ただこれは成形色かな。ここはシルバーの塗装とかじゃなくて、まあベタっとしたねシルバーの成形色になってますね。表紙とかはもちろん入ってないんですけれど、シルバー一色でね、まあまあここは別に気にしなくていいかな、ドラゴニックナイトっていうことがね分かればいいと思うので、でブースターのね口をガバッと開いてここにガブッとねさせることができますね。これは接続とかがあるわけじゃないんですけど、まあこの顎でねガチッと挟めばまあまあそこそこのね保持力は出るかなって感じですね。さらに剣を納刀した状態を再現できるこのちっちゃい火炎剣劣化も付属してます。はい、そしてさっきも見ましたけど、このシルバーがギラギラな火炎剣劣化も付属しております。いやー今後ね展開されるあのセイバーのフィギュア辻さんね全部こうあってほしいですよね。まあこんな感じで付属品もまあまあシンプルなんですけど、結構ね特徴的な付属品もあったりとか、手首の構成もね結構特徴的でしたね。まあそうだ、さらっと流してましたけど、この手首のね手甲を1回1回外さないといけないっていう仕様は今回も変わってないですね。まあもうこれはコスト的にしょうがないのかなと思いますね。まあセイバー系のフィギュアーズってね結構もう手首は決まってるから、これをね差し替えるのはまあそこまで気にならないかなと思います。でドラゴニックナイトの手首なんですけど、まあ基本的にはね右手はこの火炎剣劣化をね持つための手首、まあ納刀してない状態ではね基本的に劣化持ってますからこの手首でよくって、でこっち側はねやっぱりこのドラゴニックブースター常備してますから、このブースターをね握るためのこの手首になるかな。もうこっからね多分変えることほとんどないからね、このままつけてていいんじゃないかなと思います。まあ後でねポーチングつけますけど、そんな感じでねあの写真とかね撮るときだけちまちまね変えるんですけど、それ以外は基本的にね飾ってる分にはこれでいいんじゃないかなって感じですね。でドラゴニックブースターはねこの手首の部分にこのジョイントがあるので、ここの接続部分にグリップを握らせた後にね接続部分にガッと差し込んであげれば、結構距離感難しいな、結構ねピッと突っ張った感じでここにねジョイントにしっかりとはめることができますね。で右手には劣化を握らせてあげると、よいしょ、こんな感じかな。これがまあドラゴニックナイトの基本的な姿になるんじゃないかなと思いますね。グググーっと、はい、こんな感じ。あーかっこいいな、やっぱこいつめちゃくちゃね見た目がイケメンっすよ。あーいいね、これがドラゴニックナイトの基本的な状態ですね。じゃあドラゴニックナイト本体をね詳しく見ていこうと思います。物語の結末は俺が決める。はい、ということでドラゴニックナイト本体詳しく見ていきましょう。今ちょっとねガシガシっとポージングねつけたんですけど、いやー今回もね結構この見た目ねクオリティもそうですけど、稼働もね全然優秀かなと思いますね。
スターをつけてますね。あとここね、この肩アーマーのこの部分、丸い部分があるんですけど、ここにこのスリットが入ってて、これがね、肩を閉じるとここにピシャッとね収まる、この感じ、この感じもすごいいいな。作り込まれてる感じがありますね。あんまり背中見ることなかったけど、背中にもね同じようなこういう丸い部分がねありますね。かっこいいかっこいい。はい、そしてベルト部分がこんな感じです。いやー、ここに来てついにね、あのブックの中の模様が描かれてますよ。いいね、これプリントかな。プリントでこんな感じでね、ドラゴニックライトの中がこうシャカシャカっと開いた中身のね、この絵柄がちゃんと入ってるよ。素晴らしいね。カメラでも結構わかりますよね。この真ん中にねドラゴニックナイトがいて、でその横にブレイブドラゴンがいてね、この尻尾までねこんな感じで塗装されてると、いいね。っていうかここもさ、クリアパーツでしっかりとねこのブックが再現されてると素晴らしい。で横から見るとね、めちゃくちゃ分厚いんだよね。この分厚くね出っ張ってる感じもちゃんと立体感再現されてますね。さらに右側にのブックホルダーにはこんな感じでブレイブドラゴンがねホールドされてますね。こんな感じ、左か、いつも通りかな。このブックもよいしょ取り外すことができますね。結構ここ緩いな、簡単にね取り外せますね。これはでもさ、ブックの緩さってブレイブドラゴンからずっとありますけど、結構ポロリするんだよね。ああほら、今回もちょっと前にね傾けるだけで倒れちゃうかな。まあここをね直接的に触らなければ振ったりしても大丈夫だと思うんですけど、ちょっとねここを持ってこう移動させたりするとねポロッと取れちゃいますね。まあこの辺はねちょっと気をつければいい部分かなと思います。あとついでに付属品でねついてたこれも納刀させてみようかな。納刀状態にするとこんな感じ、結構ブックで隠れちゃいますけど、まあこれでねライダーキックとか再現できるかなって感じですね。はい、あとは腰のローブと足の部分ですね。下半身は割とシンプルな見た目だな。ローブ部分には3本のラインがね左右それぞれ入ってるんですけど、ここの塗り焼きも一緒に綺麗で軟質なんですけどね、シルバーの塗装もすごい綺麗ですね。レイブドラゴンのローブは後ろにね稼働しましたけど、今回は稼働はほとんどないかな。まあでも軟質だからね、この足の稼働には邪魔にならなそうですね。で足の造形、足もまあシルバーなんですけど、めちゃくちゃシンプル。とはいえブレイブドラゴンと比べても全然ねこの造形とか変わってて新規造形になってますから、すごいね、かっこいいね。足の裏もしっかりとねライダー文字が造形されてますね。じゃあそのまま可動域見ていきましょう。まずは前、あー全然動かん。前に倒すとここのね顎とこのアーマーが干渉してあんまり動いてくれないですね。上もそんなに向かないな。やっぱ結構今回アーマーがごついからね、襟も高いからこの辺も干渉してね、上もあんまり向けないですね。横もこの横の部分が干渉する感じ、傾きはまあ問題ないかな。まあダイナミックなアクションさせてこの飛行ポーズとかさせるときにね、首の可動がちょっと物足りないかなっていうのは感じますね。お次は胸の可動ですね。まあ胸もごついからねあんまり動かないか。まあのけ反りはできるけどね、前かがみはそこまでいかないですね。で左右のひねりと傾き、この辺は問題ないと。肩は割と優秀なんだよね。やっぱりこのアーマーがねグッと外側にね引き出すことができるので問題なくね上に上げることができるし、二の腕にロールが入っていて、で肘もこんな感じ。あでも肘は90度ぐらいか。これ右手も同じかな。右手もまあ同じぐらいか。あーこれはちょっとアーマーがごついからね干渉してこのぐらいっていう感じか。まあまあしょうがないな。で左手についてはドラゴニックブースターをね握ってるから、ここの手首の角度はほとんどつけられないですね。右手は手首ねボールジョイントで自由に動かすことができますね。ちなみに左手はもう一個不足してる、この左手に交換するとどんな感じなんだろう。あーでもこっちも結構やっぱりねドラゴニックブースターが突っ張ってますからほとんど動かせられないね。まあグリップこそしてないんですけど、結構ここでねガッチリホールドされてる感じ。まあ左手に表情をつけるとしたらこの肘とあと二の腕の可動でね角度つけるぐらいなんですね。まあでも開き手ついてるだけありがたいか。これでねなんかこう炎をねパーッと出すような感じの再現とかもできそうですね。左手の交換はこのドラゴニックブースターをね一回外さないといけないっていう手順が一個多いからちょっと面倒かなと思ったんですけど、このドラゴニックブースターがね結構簡単に外れてくれるんですよね。まあだからあんまりストレスは感じないかな。じゃあ可動の方に戻って足の可動ですけど、足はねよいしょ引き出し、ちょっとだけねちょっとだけ引き出すことができて、で上に上げるとこんな感じ。あ90度ぐらいかな、90度ぐらい上がってくれて、でまた割りも、まあこのローブが若干邪魔かな。ローブは邪魔だけど稼働したら問題ないかなって感じですね。まあ軟質だからどかせながらね稼働してあげればいいかなっていう感じで、膝の稼働はこんな感じでまあまあ曲がってくれますね。で足首もボールジョイントで自由に動かせるのと、あ結構ね今回設置
良さそうです。で、あとつま先に上下の可動が入ってます。結構足首に角度はつけやすいので、接地性はね問題ないから、こんな感じで足を開いたポージングさせてもしっかりとね地面に立ってくれますね。おー、いいじゃん。なんかスラッとねスタッとこうポーズつけるだけでかっこよくなる見た目してるな。いいねー、かっこいいねー。結構ドラゴニックナイトってまあ序盤のねコカリバー戦ぐらいではねめちゃくちゃ活躍しててすごい強かったですから、その時のね印象結構あるんだよね。エレメンタルに比べたらねまあまあ存在感あったんじゃないかなと思いますね。まあ稼働については何点かね惜しいポイントありますけど、まあかっこいいポーズをねつけるには問題ないかなと思いますね。まあ何よりねこのクオリティがねその稼働をね補ってる感じもありますね。じゃあディテールとアーティキュレーション見たので、他のねセイバー系のフィギュアーズだったりと比較をしていこうと思います。はい、まずはこちらのブレイブドラゴンとドラゴニックナイトの並び、いいよね。強化フォームですけど全然見た目が違うね。持ってるのは同じ聖剣なんですけど、もうこの強化でねめちゃくちゃメタリックになってますから全然違うライダーにも見えるんですけど、一応強化フォームっていうね感じ。まあでもやっぱり副眼だったりねちょこちょここう踏襲されてる部分はあるから、正当進化、まあ正当進化ではないけど、まあちゃんとね強化フォームっていうのは分かりますよね。はい、ブレイズを持ってきました。まあブレイズもねセイバーと同じような造形してるんですけれど、いやーこの2人並ぶとなんか全然違うね。この2人の並びってどうだろう、なんかあんまり見た覚えないんだけど、どうなんだろう。あ、でもそうか、この頃にはライオン戦記じゃなくてあれか、あのキングライオン大戦記、このドラゴニックナイトのねすぐ後に出たりとか3冊のねワンダーコンボとかで変身してたから、あんまりこの並び見ないだけかな。やっぱドラゴニックナイトが結構セイバー系の中ではね異色を放ってる感じかな。なんか違和感がありますね。ちょっともうついでにエスパーでも並べちゃうか。エスパーでもいるんですけど、はい、3人並ぶとこんな感じ。3人の約束状態ですけれど、あーなんかあれなんか違うな。まあ特にセイバーとエスパーだね、このドラゴニックナイトになったぐらいですごい絡みあったと思うからよく見てた気がするんだけど、まあ結構前の話だからかな、なんか忘れてるのかわかんないですけど、あんまりこの3人の並びに馴染みがないですね。まあ久々見たからかな。はい、あとはこれですね、ジャークドラゴン。いや、やっぱカリバーさこう棚から取り出すたんびにめちゃくちゃかっこよくて惚れちゃうんだよね。あ、でもこの2人の並びはいいな。まあその頃にはカリバーもジャオドラゴンになってましたけど、このねドラゴニックナイトでカリバーをね打ち倒しましたから、いいね、この2人はなんかすごい宿敵っていう感じがしてね、かっこいい並びですね。というかセイバーライダーも5体目か、なかなか増えてきたな。やっぱこの辺になってくるとねすごいこうシリーズがねどんどん集まってきて世界観が広がっていく感じがねいいんですよね。続々ラインナップも増えてますもんね。ジャオドラゴンも決まってるし、サイコーさんとかねバスターも予約してますし、いいね、もう楽しみがどんどん止まらないね。やっぱセイバー系のフィギュアーズになってからねすごいクオリティもめちゃくちゃ高いし、毎回のこう期待値がねすごいんだよね。それだけにやっぱりドラゴニックナイトも今回この期待値通りのねものができてるっていうのが本当にすごいなと思います。でちょっと最後にねもう一体持ってきたんですけど、もう一体ねメタリックなこいつ持ってきました。いやー画面がうるさい、画面がめちゃくちゃキラキラだな。でもこの2人の並びめっちゃいいじゃん、すごいなんか統一感あるね。メタクラはシルバーにねこのイエローのラインがたくさん入ってて、これもね差し色になっててかっこいいんですけど、このドラゴニックナイトはシルバーにメタリックレッドが入ってるっていうね、いいなぁこの統一感ある感じ。なんかお互い全然違うライダーではあるんですけれど、あ肩もこの出っ張ってる感じとかもね似てるし、なんかね似てるライダーってやっぱいいね並ぶと。はい、じゃあこんな感じで他のライダーと比較したので、残りはねかっこいいポーズつけて遊んでいきましょう。はい、まずはスッと立たせてみました。いやもうなんか暗がりに立ってるだけでめちゃくちゃ絵になるね、すげえかっこいいじゃん。うわ何これやば、やっぱ造形すごいな。もう立ってるだけでねめちゃくちゃ存在感があってかっこいい。もはや剣すら構えなくてもねすごい絵になってるというか、いいねかっこいいわ。もちろん剣を構えてもかっこいいですよ。いいね、最初はちょっと控えめにね剣をこう振るうような感じのポージング、いいね。そして足をガバッと開いてダイナミックなアクションポーズさせてみました。いいね、やっぱかっこいい、もういいねしかさっきから言ってないけど本当にねため息出るぐらいかっこいいんだよね。やっぱりね聖剣がこんな感じでね光り輝いてね存在感出してくれると、もうフィギュア全体もね引き締まる感じがあってすごいいいわ。おーかっこいいかっこいい。はい、せっかくいろいろついてるので剣を納刀してねいろんなポーズさせていきましょう。まずは
けど、この箇所ライダーキックも取らせることができます。まあでもローブがね、だらんと垂れ下がってて、あんまり躍動感がないからね、ライダーキックポーズはそこまで似合わないかな。ということで、改めて剣を持たせて、ダイナミックなアクション取らせてみました。やっぱなんかこっちの方がね、似合ってるというか、ヒネゼイバーらしくてかっこいいと思います。結構ね、最後のカリバーとの戦いでは、あれだね、ブレイブドラゴンに乗りながらとかして、結構ね、空中でアクションとかしてたイメージがありますね。カリバーと対峙させてもいいね。めちゃくちゃ似合ってるわ。かっこいい、この二人の並び。いいね。まさにね、劇中再現っていう感じでね、遊べるんじゃないかなと思います。いや、もうとにかくこのお二人ともね、クオリティがすごいから、並ぶだけでまして絵力がすごいっすね。ドラゴニックライト非常に満足だと思います。はい、ということで今日は、SHP やつ仮面ライダーセイバードラゴニックライトを紹介しましたけど、いやーもうずっとなんかね、惚れ惚れしてる感じがありましたね。惚れ惚れで言ったらね、このカリバーがね、僕的に一番ね、こう気に入ってたんですけど、まあそれに並ぶか超えるぐらいのね、見た目の美しさがありますね。やっぱ全身シルバーにこの赤の差し色っていうね、感じの見た目がすごい好みですし、やっぱりね、このギラギラなね、塗装、聖剣もそうですけど、